皆さんこんにちは、ほのかです。さきやで、10月に入ってから続々と秋アニメの放送が始まっているんだけど、今日は1話からかなり笑わせてくれた犯人の半沢さんをレビューしていくよ。ああ、コナンのスピンオフか。ゼロのティータイムもそこそこ面白かったけど、こっちも良かったんや。ギャグに全振りしてる作品だから、個人的にはむしろこっちの方が好みだね。犯人の半沢さんは、名探偵コナンの原作に登場する犯人の正体が明らかになる前の全身黒タイツ風のキャラを主人公にしたコメディ作品で、原作エピソードをギャグっぽく誇張した日常が描かれるんだ。ちなみにほのかってコナン歴はどれくらいやったっけ？小さい頃に漫画やアニメを見てただけで、原作は30巻くらいでアニメはとびとび、映画は2、3本くらいしか見てないくらいのにわかだよ。ただ、半沢さんの面白いところは、それくらいの浅い視聴者でも知っている、コナン世界の非常識な常識や突っ込みどころを遠慮なくネタにしていることなんだ。例えば、コナンって何十年も前から連載されている漫画だけど、登場人物が全く年を取らない、サザエさん時空の作品だから、作中では1年前後しか経過していないのに、彼らが住む米花町では、とんでもない数の殺人事件が起きていることになるんだよね。くさ、確かにたまにネットでも話題になるよな。コナンは死神とか、米花町は治安悪すぎとか、少年探偵団は死体になれすぎとか。そういう、視聴者がコナン本編に突っ込みたいことを、メタ発言などを交えて面白おかしく表現した作品なんだ。1話ではいきなり、オープニングでキレッキレのパラパラダンスを見せてくれるんだけど、元ネタのオープニングを知っている人なら、つい笑ってしまうような映像になっているんだ。また、米花町の駅で降りようとした半沢さんに対して、ここは米花町だぞ、死にたいのか、と他の乗客が言ったり、黒タイツの半沢さんを笑い飛ばすその子に対して、殺されても知らないから、とさらっと言うランとか、コナン本編をネタにした、ユーモアとキレのあるツッコミを見せてくれるんだ。確かに、コナンを全く知らんかったら意味不明やけど、少しでも知ってると、笑えるネタになってるねんな。あとランの角で草。これもよくネットでネタにされるよね。ランの髪型って、初期の頃はまだふんわりした形だったんだけど、途中からどんどん鋭利な角のように尖ってきて、半沢さんではさらに誇張されて、殺傷力の高そうな角として描かれてるんだ。めっちゃキャラを茶化したり悪乗りしてるようにも見えるけど、これ原作者の青山剛昌さんは了承してんの？リップサービスもあるとは思うけど、おおむね好意的みたいで、こんな感じの帯コメントを残しているよ。まあ、青山さんが了承せんかったら、この手の作品が世に出るはずないもんな。一応毎回チェックはしてて、場面によっては修正もしてるみたいだよ。B パートでは、半沢さんが不動産屋で部屋探しを始めるんだけど、なぜか家賃がめちゃくちゃ安いんだ。お金がない人でも住みやすくてええ街やね。いや、全部事故物件だから安いんだ。くさ。しかも紹介する物件は、コナン本編で殺人事件があった部屋ばかりで、原作を詳しく知っている人であれば、より楽しめる小ネタが散りばめられているんだ。にわかファンでも熱心なコナンファンでも楽しめる作風になってるねんな。そんな感じで、コナン本編の指摘してはいけないタブーに、ユーモア溢れる言葉で真っ向から突っ込むギャグアニメとして、秋アニメの中じゃ今のところ、一番笑わせてもらったよ。ちなみに、エンディングテーマは倉木麻衣さんが歌っていて、最後まで懐かしさと共に楽しませてくれたよ。ただ一点残念なことがあって、犯人の半沢さんって、ネット配信はネットフリックスしかなくて、地上波の放送局がかなり少ないんだ。一般的な深夜アニメよりも多そうやのにな。面白い作品だから本当にもったいないと思うんだけど、こればかりはどうしようもないね。放送局は東京 MX、読売テレビ、BS 日テレだから、おそらく関東と関西圏の人は視聴しやすいと思います。また、スマホアプリのサンデーウェブリでは、広告視聴で原作を全話無料で読むこともできます。ちょっと気になった人は、まずこちらを読んでみるのもありですよ。じゃあ今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また見てな。あ、チャンネル登録とグッドボタンも頼むで。